はい、どうも、こんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、貴重な貴重な7年前のダンスバトルの映像が出てきました。2013年のですね、3月の101のバトルでして、これなんですけども、初めて予選を勝ち抜いた時のバトルになります。で、その時の本戦の動画がこちらになります。残念ながら予選の時の動画はちょっとなかったんですけども、まあ見ていきましょう。で、真ん中にいるジャッジ、村富さんです。RAB、リアルアキバボーイズ有名な方ですね。もうこの時にはもうすでに有名だったんですけど。で、僕の相手はこのロックの人で盛り上げるんですよ。うまいっすよね。いやー、こういった、一応、コンセプト的には、初心者の方が出て頑張ろうみたいなイベントだったんですけど、この人めちゃめちゃ普通に見てて上手くて、マジって思ってました、僕。でもこの時、ハイタッチしないっていう、もう相手の誘いには乗らんよと、いう感じで結構、僕ですね、息巻いているというか、結構ガチだったんで、初めて本戦上がったんで、一回は勝ってやろうっていうふうに思ったんですけどね。ここでね、やらかしますね。おっと、はい、ウィンドミルミスルーっていう、本当はもうちょっと回る予定だったんですけど、普通に、ジャッジの方とかに足突っ込むと思ってビビってですね、やめちゃいました。で、もうその後もうフットワークで攻めるんですけど、内容めちゃめちゃ薄いというか、ショートムーブ、これで終わりです。で、あとは相手の首を切って、で、足で蹴って吹っ飛ばしてっていうジェスチャーを加えながら、僕的には最大限踊って、今ここで下を向きながら歩いているのをやったぞ、俺はやったんだ。ミスったけどできた、やったーみたいな。俺ならできるのか、どうなんだって思いながらですね、待っていました。はい、3-0 で敗北っていうことでね、もうこうやって握手しに行くんですけども、この顔、見て、もう完全に落ち込んでます。もう絶望みたいな。はーい、そんな感じでね、今日は終わりたいと思います。昔の映像を見ながら、ただただ語りました。ありがとうございます。